ほうれん草ほうれん草ほうれん草学名、スプメシアオルラシアは、ヒユカアかザ沢かほうれん草族の野菜、死有一種。ほうれん草とも表記される。高温化では生殖成長に傾きやすくなるため、冷涼な地域もしくは冷涼な季節に栽培されることが多い。冷え込むと柔らかくなり、味がより良くなる。ほうれん草の原産地は、中央アジアから西アジア。 カスピ海南西部近辺と見られているが、野生種は発見されていない。初めて栽培されたのはアジア、おそらくはペルシア地方、現在のイランだったと考えられている。ヨーロッパには中世末期にアラブから持ち込まれ、他の洋塞類をしのいで一般的になった。東アジアにはシルクロードを通って広まり、中国には7世紀頃、日本には江戸時代初期、 17世紀頃に東洋酒がトライした。伊達政宗もほうれん草を食べたという。19世紀後半には西洋酒が持ち込まれたが、普及しなかった。しかし、大正末期から昭和初期にかけて東洋酒と西洋酒の後輩品種が作られ、日本各地に普及した。ほうれん草のほうれんとは、中国の東大に、波漁、ホリンクに、現在のネパール、もしくは、 ペルシアを刺すから伝えられたことによる。後に、改め辞して、ホーレン、ホリンとなり、日本では添加して、ホーレンとなった。日本では、西洋種、葉が厚く、丸みを帯びていると、東洋種、葉が薄く、切り込みが多く、根元が赤いの二種類が栽培されているが、東洋種は、病気、寒さに弱く、虫がつきやすいため栽培が難しいという理によりここ。 数十年の間に急速に西洋酒もしくは西洋酒の一大雑種にとって変わった。現在国内のスーパーで見かけるほうれん草は大半が西洋酒であるが東洋酒の味の良さが近年見直されつつある。ほうれん草の種子は外角に包まれており、そのままでは発芽率が悪いことから経済的な栽培にはネイキッド種子と呼ばれる裸種子が用いられる。種子は テープシーダー等に封入され、補助に巻かれる。使用展開後本場が展開し、葉身長2から30センチメートルの頃に収穫期を迎える。ほうれん草が美味しくなる時期は冬である。収穫前に冷温にさらすこともしばしば行われ、これらの処理は缶詰と呼ばれている。これは東北農業試験場、現在の東北農業研究センターが確立した。 栽培方法である。ほうれん草が収穫可能な大きさに育ったら、ハウスの両袖や出入り口を開放し、冷たい外気が自由に吹き抜けるようにする。このまま昼夜構わず放置する。ほうれん草は、約摂取5度を下回ると身長を止める。缶詰を行ったほうれん草は、低温ストレスにより、糖度の上昇、ビタミン C、ビタミン E、ベータカロチンの濃度の上昇が起こる。 ほうれん草はビニールハウスでも育てることができる。世界における生産量は中華人民共和国が85%を占めた国を圧倒しているが、日本は世界第3位にランクインする主要生産国である。世界の収穫量上位10カ国2013年。日本で比較的に栽培が多い産地は千葉県と埼玉県である。市町村別の生産量は、 岐阜県高山市が最も多い。日本における2013年の年間生産量は25万300トンであり、生物はほぼ全部を自給しているが、冷凍物が約2万トン輸入されている。収穫量上位10都道府県、2013年、収穫量上位10市町村、2013年、生殖用品種など例外はあるが、悪が多いので、 基本的に下茹でなどの加熱調理が必要になる。和食では、おひたしやごまあえ、白和えといった和え物、つね鍋などの鍋物に利用されるほか、すりつぶした後茹でて、緑の色素を取り出したものを、青寄せといい、木の目あえのあえ衣の色付けに用いる。洋食では、ソテーやオムレツの具、キッシュ、裏ごししたものを使った、ポタージュなどに用いるほか、アクの少ない生食用のものは、 ルッコラやオランダガラシなどと共にサラダに使われる。ビタミン A や養酸が豊富なことで知られる。ルテインというカロテノイドを多く含む。おひたし、ごまえ、バター炒めなど様々な形で調理される。調理するとかさが3、4程度に減る。ほうれん草は、緑黄色野菜の中では鉄分が多い方であるが、小松菜よりは少ない。ただし養酸は、 鉄分の吸収を促進するため、養酸が鉄分とともに、豊富なほうれん草を食べれば、他の鉄分は豊富だが養酸がほうれん草より豊富でない、緑黄色野菜を食べた場合よりも実際に摂取できる鉄分が多くなるので、ほうれん草を食べることが効率の良い鉄分摂取につながり、ひいては貧血予防につながることは確かである。ほうれん草には、集酸が多く含まれており、 どを超えて多量に摂取し続けた場合、カルシウムの吸収を阻害したり、集酸が体内でカルシウムと結合し腎臓や尿路に集酸カルシウムの石を引き起こすことがある。集酸はカルシウムとの結合性を有譲るので、削り節や牛乳などカルシウムを多く含む食品と同時に摂取することで、集酸を内容改正の集酸カルシウムとし、カルシウムと結合させ、集酸が 体内に吸収されにくくすることができる。また、ウ酸は水溶性であるため、多量の水で茹でこぼすことでウ酸を茹で汁中に溶出させるなど、生殖お酒調理法を工夫することが要される。高ソウのスピナコシド、スピニコーサイド類とバセラサポニン、ベイセラサポナン類には、小腸でのグルコースの吸収抑制等による血糖値上昇抑制活性が認められた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。